おはようございます。俺のです。今日もネギ出荷なんですけど、ちょっと今日は、補助の見回りをしようと思って、キャベツ畑に来ております。また今日も朝寒くなって、朝9度かな、また9度でしたね。もうすっかり寒いんですけど、今僕の車のエアコンが調子悪くて暖房が効かなくて、もう極寒の中走ってきてます。はい。で、まあここにあるのが約3反部のキャベツなんですけど、ここの畑はね、やっぱり朝すごい景色良くて、すごい感動するスポットになってます。まあちょっと見てもらいましょう。あー、こんな感じですね。まあ随分大きくなりましたね、キャベツ。もうちょっとでね、この葉っぱで通路が埋まってくる感じになるんじゃないですかね。まあ本当はね、ない方がいいんだけど、あの日陰とさ、日向のコントラストがまた美しいもんで、まあ、僕は結構そういうの好きなんですけど。まあここ、まあ、兄さん方が防除してくれたり、間やってくれたりしてるんでね、綺麗ですね。どうですか？虫も飛んでないですね。ああ、すごいじゃないですか。なんかいつもだったら蝶々の1匹や2匹ぐらい飛んでそうですけど、いないですね。虫食いの跡もないですね。なんかね、キャベツだと結構、まあ雨が多かったりすると葉っぱドロドロにこう溶けていくような金角病とかそういうの結構出たりするんですけどね。おお、ちょっと丸まり始めてんじゃないですか、これね。これよく見ると、ほら、中の方でキャベツの玉ができ始まっておりますね。あと1ヶ月もすれば出せるんじゃないかな。あー、しかし気持ちいいね、畑。これなんか微妙にこうちょっと高さが違うゾーンがあるけど、これはやっぱ品種の差なんでしょうね。ここも何種類か植わってるはずなんでね。まあそんな違いも出てきたら面白いなと思って、今回は品種の比較もやってます。お、これ虫やられてんじゃない。虫やられてんね。これ虫やられてんね。でもいないか、いないかもしれないな。止まったのかもしれないね。あ、いたね、虫いたね。これ現行犯じゃないの、現行犯逮捕です。さよなら。ちょっとじゃあ次ね、人参見に行きます。はい、じゃあちょっとね、今度は人参の補助にやってきました。もうちょっと僕何ヶ月ぶりですかっていう感じなんですけどね。はい。でここはね、新しく今年から借りた場所なんで、まあ正直その土の質とかも全然わからんし、まあもちろん人参なんて育てたことないんで、まあ、ちゃんとうまくいくんかなってすごい心配ではあったんですけど、まあまあまあ、まばらなところもありますが、まあ結構生えてきたなっていう感じですね。ちょっとせっかくなんで、ちょっと抜いてみましょうかね。実際今どんなもんかっていうことで。はい。ちょっと見てみようと思います。まあこんな感じですわ。はい。で、まあね、こっちの方がちょっと薄いんだけどさ。これね、ここは濃いんですよ。ここの3本ね。で、これがさ、やっぱこの杉の木の日陰になってて、夏場、その暑さがちょっと抑えられたんじゃないかっていうことだったんですよね。ちょっと明確ですよね。やっぱ暑かったんだろうね。まあちょっと抜いてみましょうか。せっかくなんで。はい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 、元気ですか？いきますよ。君にしよう。なんとなく目が合った気がする。ちて。まあ、まだこんなもんですわ。ほんで、これあれだね。分岐しちゃってるね。ここ。分岐しちゃっております。ちょっと心配ですね。もう一本抜いてみようかな。この子いきますよ。よいしょ。おお、でっけ。すごい差だね。すごい差だ。ちょっとでもボコボコしてる気がするのは気になりますけど、
まあこんなもんでしょうかね。今年は人参ちょっと難しかったね。まあというわけで、今人参こんな感じでしたわね。ここは約4ターンぐらいあるかな。でもまあちょっと密度が低いんで取るのはすぐ終わりそうですけど、はい、まあこんな感じで、おそらくネギが終わったらこっちに行くようになると思うんでね、頑張っていきますか。よっしゃ、ネギ戻るぞ。サボり終わり、ネギに戻ります。本当はね、今日徹夜してね、あの作って朝持ってこいって言われてたんですけど、めっちゃ爆睡しましたんで、今日めっちゃ目すっきりしてます。はい、なので今からネギ作りに戻ります。さて、どうやらですね、この葉っぱなんですけど、なんかこういうのがちょっとでも残ってると嫌みたいなんで、取りますから、ちゃんとね。これはもう曲がってるからね、B 品らしいんですよ。これなんとかね、こうまっすぐに矯正して出しちゃった。はい、どうでしょう。さあ、今日は枯れっぱちゃんと取りましたよ。ほら見て、これちゃんと取ったでしょ。取りましたね、取りましたね。今日は袋詰めしたら綺麗ですよ。うん、まあこの辺なんかは切れば落ちるからね。はい、というわけで、いつも真面目にやっていますが、今日はさらに注意深くやっております。100点でしょうね。袋詰めするのが楽しみですな。いいねー。